龍馬歴史館、龍馬歴史館は、高知県高南市の市町の創造広場、アクトランド内にある、坂本龍馬の老人形120体を中心とした、老人形館である。1988年11月23日に、開館。幕末の市、坂本龍馬の33年の生涯を120体、以上の老人形と27の場面で表現している、歴史館である。 また、坂本龍馬に関する資料も展示されている。ここにしかない希少な資料もあり、特筆すべきは、北新一東流なぎなた標法目録と呼ばれる、面上も常設展示されている。所在地である、高知県江南市は、土佐金納党の大石や太郎や海援大使の新宮、馬之助らの出身地であり、幕末の志士と縁のある土地でもある。龍馬歴史館の北隣には、 四国自動車博物館がある。リニューアル前は、坂本龍馬以外にも、JF ケネディや毛沢東等、古今東西の偉人の老人形があった。また、高知城下に生まれ、赤岡町に定住した浮世絵師、絵金の浮世絵も展示されていた。これらは、アクトランド内の一施設である、世界偉人館、及び、絵金派、アートギャラリーで展示されている。 2012年3月1日からリニューアル工事に伴い休館の措置が取られていたが2015年5月15日より創造広場アクトランド内の一施設としてリニューアルされた。なお、アクトランドの名前であるアクトの由来は芸術の A、文化の C、技術の T の頭文字を取りアクトとしたものである。アクトランドの施設増設のため2016年11月14日より 開館時間の変更が実施されている。ありがとうございます。